著存民主主義人民共和国創建72周年に際して、敬愛する最高指導者、金正恩委員長に、著存総連の各組織と団体から祝電が送られました。在日本著存商工連合会常任理事会と、在日本著存青年同盟中央常任委員会、在日本著存民主女性同盟中央常任委員会、在日本著存青年商工会中央常任幹事会、在日本著存人教職員同盟中央常任委員会、在日本著存人教育会中央常任理事会、在日本著存人科学技術協会中央常任理事会、在日本著存社会科学者協会中央常任理事会、在日本著存人スポーツ連合会常任理事会、在日本著存文学芸術家同盟中央常任委員会、在日本著存人民学協会中央常任理事会、在日本著存留学生同盟中央常任委員会、在日著存人平和統一協会、在日本著存人人権協会中央常任理事会をはじめ、総連の各団体と参加組織、著存新報社、著存通信社、各有書房、クムガン産歌劇団、東平商事株式会社、クムガン保険株式会社、朝日経済交流促進会などの事業体、そして総連の各地方本部、著存大学校と各在日著存学校から祝電が送られました。